たぬき。今この街で一番派手なシャツ着てんじゃん。やばいでしょっていう話、ドッキリをやるんですけど、ドッキリですか、サプライズか。ソフィーちゃんが今撮影に行ってて、オーディションと。で、もともと俺は、ド派手料理人と、ご飯に行くっていう風に伝えてあって、だからこの人が家にいるとは微塵も思ってないです。で、その状態で伝えてあるから、帰ってきて料理人が作る激ヤバ料理を頬張らせてあげる、葬ってあげる。それで、はい、ということで、とりあえず今ここの部屋をイナ用にセットします。てか、もうすでにいい匂いしてない？ちょっと弱火で。ワタリガニのトマトクリームパスタ。ワタリガニのトマトクリームパスタ。そうですね。ちょっと名前が本当にもう表参道って感じです。名前表参道。水分を飛ばしつつ、それでいて煮込みつつって感じ。煮込みつつです。もうすでに俺らの家の食卓では見たことのない状態にはなってる。やばい。あ、やばいよ。やばい。お前喧嘩すなって。ちょっと言ったりしてください。もうちょっと、もうほんと寝転ばないで掃除するから俺。ちょ、マジで。お前遊び道具じゃねえからこれ。アボカドプラントワッパーセット食べたい、ウーバーイーツで頼もうって来てて、奇跡的にアボカド買ってるみたいな。いや、マジでアボカドってメニューに入ってた時点で、あ、買ったなと思った。喜んでくれるといいな。いや、絶対喜ぶと思うけどね。もうパンが熱いっすね。それパンが熱い。なんでこんなんだって、もう置いてあるだけで映える。いや、もう映えるでしょ、こんなん。でかすぎでしょ。消費期限212212じゃん。反対から読んでも同じじゃん。マジどうでもいい。分かってるわ。パンこの上乗っけちゃう。いや、乗っけちゃうでしょ、100%。2秒で可愛くなるよ。で、猫おって、ここに。猫、猫カフェやからね。 I'm so hungry. I finish, I want food. 飯をある状態にしといてくださいって俺に注文入ってるんで。え、めっちゃ驚くだろうな。いや、あれいいんちゃう。ちょっと待って、これ一回、ちょ、一回そっちのさ、電気切って、上。いや、で、ここに料理でしょ。お前かわいいな。お前パン、お前パン。今何してるんですか、先生。ちょっと今ラタトゥーユの玉ねぎ炒めてるとこっすね。ラタトゥーユって何、ちなみに。ラタトゥーユ、フランスの家庭料理っすね。夏が多い感じですけど、うん、冬でも全然作ってて美味しいんで。なんで夏多いの？そういう夏、旬、使ってる野菜が旬。あ、なるほどね。あ、ズッキーニ、ナスとか。なるほどね。でもフランス料理ほとんど動物性のもの使っちゃってるから。なるほどね。ラタトゥーユはフランス料理では珍しく動物性なし。なしっすね、完全野菜だけで。しかもシンプルで味付けとかも、これはサーモンとアボカドのタルタルですね。パンに乗っけるやつ。パンに乗っけるやつ。パンに乗っけるっす。超かわいいじゃん。最高。かわいい。ちょっとかわいい感じで最高です。これで最後このガキを乗っける。ちなみに何も。キャベツ、スプラウト、芽です。辛みがあって、これであとは冷やして待てば。おい、えい。いやー、本当はな、もうちょいでやばくなるんですけどね。あ、じゃあまだもう少しなの。もう少しですね。と、今日は本当は違うっすけど、はい、パプリカの中にラタトゥイユ入れちゃうみたいな。なるほど。中にぶち込んじゃう。絶対映える、そっちの方が。パプリカの中にラタトゥイユ入れて、その後入れたこと蒸すみたいな。火入れるみたいな。さすがだな。何ここ。
どこって感じや。これでこうやろ。うわもう出来上がってしまってるわこれ完全に。一回見て。え、どこ。はい、ということで部屋のセットはこれでいいと思うんで、あとはもう大パイセンの料理だけ待って。えい、これから入れていく。お、こんな感じで。かわいいじゃん。かわいいっすね。結構。ちなみにさ、一口食べていいですか。あ、いいっすよ全然。どうかな、まだ味見してないんで。ナス行こう。ちょっとうまいっすか。うまい。野菜のうまみっすね。素晴らしい。おいしい。最高。優しい味だね、本当に。そうなんですよ。めっちゃいいね、くどくない。くどくないですよね。あとね、マジで10分ぐらいだと思うよ。オッケーです、ちょうどっすね、多分。ちょうどいい感じ。調子よくなってんね、仕上がってんね。お前何してんの、何入ってんのお前。これ大丈夫本当。案外詰め詰めになってきてるから、ちょ、ソフィアに今どの辺、コンビニでジュース買ってきてと。これちょっと時間が1,2 分ぐらいですけど。いや全然でかいっす、ね、だいぶでかいっす、この 1,2 分。あ、でもマジでやばいことになってるから、この見栄えが。とりあえず作戦としては、一旦ソフィアが来ました、料理をセットしてシュンが隠れて、で俺がちょっとそれっぽい格好をして出迎えに行って、目つぶってくださいって言いましょうか。目つぶってこう、うん、感じで、そのスタイルでいきましょう。僕が作りましたって最初言って、し食べてうめえってなったら旬が出てくるみたいな、そんなの状態です。普通にやばい、ラスト激ヤバスパイセン。マジでもうすぐ来ると思う。ピンポンが鳴ったら超焦るの。激ヤバ。待って、セットもうちょっとちゃんとしよう。It's perfect. パン切ってます。てん、マジそんな感じ今。マジそれ。てれてー。てれてー。てれてー。てん。オーマイガー、来た。はい、ということで来たんで、行きます。オッケーです。じゃあ俺は。ソフィー、ソフィー、目つぶって、目つぶって、 Close your eyes。 ちょっと待って、何食ってんの。あら、減りすぎでしょ。ダメダメ、目閉じて、目閉じて、 Close your eyes、 Close your eyes。 で、ちょっと一回、じゃあ人参は一回お預かりする。ちょ、人参貸して、人参。靴も俺が脱がしてあげるから。はい、はい、はい、じゃあ目開けちゃダメだよ。目は閉じたままで。オッケー。大丈夫大丈夫。目、本当に、本当に俺についてあげて。目ずっと閉じててよ。閉じてるよ。で、ここちょっと許して。ここに椅子あるでしょ。これ座って。これ座って。I touched something。よし。ちょっと待って、そのままで、I touched something。そのまま、ちょっと手動かさないでね、そのままで。There's something on my hand。じゃ大丈夫。それそんなに汚くないから、ちょっと。作りました、食撃のソーマが。え、これカニ？カニ。I never had カニ before。カニパスタ。どうやって自分で作ったの？全部ちゃんと作ったよ。あ、超いい匂いする。もしかしてこれパリ？もしかしてこれパリ？マシャンブラルフォー。めっちゃいい匂いする。ボンジョーノ。There's wine!
OK, let's do it. やばすぎる。これ何時間使った？え、すごいね。2時間ぐらいかな。やばい。これ、これ、え、これ。はい、それでは。ちょっとドラゴンさんです。ドラゴン先生さ、ここに、うん、ここにいたらマジで暴れてやばかったよ、さっき。見える？見せたの？ないな。確かに。でい。めっちゃいい匂い。たらーじゃあ実は今日作ってたのは僕です。やばい。最高。いや、驚かしちゃってね。そうです、今日はね、俺がソフィーにキュン君とご飯行くって言ってたでしょ。そういうことだった。だからご飯行く、嘘ついてないじゃん。嘘ついてないじゃん。シュン君のスペシャルコースです。俺がこんなの作れるわけねえだろ、バカ野郎。そう、ナイスカバーだった、カズネ君、マジで。あ、ドラゴンです。ドラゴンです。いや、あれ本当に信じたから。ちょっとあ、あれです、ドラゴンさんです。え、でもマジでドラゴンだったと思った、俺は。あ、本当。ちょっと、俺立った時に落としちゃった。こうやったら落としてって楽しんでください。俺は未だにね、ワインが開かないんだよ。ワインが。え、いつからこれ。え、これ1週間前ぐらいから聞いたかもしれない。うん。ゴー。いいで。え、これどこから。シェフちょっと説明を。とりあえずじゃあパスタから。パスタとラタトゥイユ食べてみてください。ラタトゥイユ。あ、あ、それカニ食べないやつなんで。あ、よかった。食べなくていい。これはラタトゥイユ。ラタトゥイユ。え、どうやって言うの？ラタトゥイユ。ラタトゥイユ。わお、なんで。おいしい。やみー。素晴らしいです。やるな。 OK、あの、いい。絶対美味しいじゃん。どう？やっぱこっちの方が好きは。こうやって食べるのが楽しい。かなり気をつけない。うまっ。こうやって食べるの。やばい。いや、やばいわ、そのラタトゥイユおじちゃん。マジどうでもいい。さあ、それはサーモンとホタテのタルタルですね。これはスプーンでグシャってやってパンにディップして。で、これに開けたらいい。多分それだけで食べても美味しいと思います。美味しい。よかった。5スター。よかった。5スター。5つ星いただきました。やった。ミシュランに5つ星ないけど。アボカドサーモンホタテのソース、これやばいね。やばい。やばい。え、毎日こんなん自分で作ってる？結構でも週2-3で作りますね。わかった。じゃあもうパイさん、俺もう一個買ってくるわ。わー。ナイス。お客様、失礼します。はい、ということで。やっとやな、マジで。チェーズ、ビチェーズ。チェーズ、ビチェーズ。ヤミー、テイスト、ジュース。
まい。マジミッションインポッシブルみたいになってましたね。Man, I didn't know like when how long audition. Like audition 10分で終わると思ったら40分ぐらいか。でもそっちの方が良かった逆に。いや良かった。良かった。イエーイ。だからソフィーちゃんが目つぶって入ってきた時、もう多分想像でつかないぐらい俺らジタバタしてましたよ。やばいよ。マジでやばかったよ。準備して。ソフィーが下押した瞬間にもう俺ら、あもうやばいやばいシュン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 つって。順パクれなきゃいけないし。下のピンポーンで、バスターできた、置いた、俺隠れなきゃみたいな。目つぶってる時に何。目つぶってる時は俺がこの辺直してたけど、自身は隠れてた。そんなこんなで、飯に夢中になりすぎちゃって。録画途中で切れてたんで、最後にハイライトだけ入れときます。皆さんご視聴本当にありがとうございます。最近はね、今まで以上に色々と力入れて動画を作ってるんで、コメントやいいねいただけますと本当に力がみなぎってきます。モチベーションになるので、ぜひぜひご協力ください。ぜひよろしくお願いします。オープン！たらーん。今日作っていたのは僕です。やばい。完璧最高。いや驚かしちゃってすいません。そうです、今日はね俺がソフィーにしゅん君とご飯行くって言ってたでしょ。そういうことだった。だからご飯行く嘘ついてないじゃん。